フランシス・クリック、フランシス・ハリー・コンプトン・クリック、フランシス・ハリー・コンプトン・クリック、1916年6月8日から2004年7月28日は、イギリスの科学者、DNA、e、の二重螺旋構造の発見者。フランシス・クリックは、ノーザンプトン近郊のウェイストン・ファベルという小さな村で生まれ育った。父、ハリー・クリックと、母、アンネ・エリザベス・クリック。 旧姓、ウィルキンスの間に生まれた初めての子供。父ハリーは、おじと共にこの小さな村ウェストン・ファベルで、靴やブーツを製造する工場を営んでいた。小さい頃から科学へ興味を抱き、多くのことを読書により学んでいた。家族は、穏やかな信仰を持ち、クリックに信仰を敷いたわけではなかったが、しかし教会とは、そりが合わなかった。両親に連れられ、 教会に通っていたクリックは、12歳の時、もう教会には行きたくないと母親に打ち明けて、それ以来会議主義者、強く、無心論に傾いた不価値論者となった。クリックは、ノーザンプトンのグラマースクールを経て、14歳の、時ロンドンのミルヒル高校に、小学生として入学。そこで、数学、物理学、科学に親しむ。21歳の時、 ロンドン大学ユニバーシティカレッジで物理学の修士号を獲得。その後、物理学専攻でケンブリッジ大学キーズ校へ進学する。しかしながら、キーズ校はクリックがケンブリッジの中で行きたいと思っていたところではなかった。これはおそらくクリックのラテン語の成績があまり良くなかったためである。しぶしぶと PHD の研究を開始。研究テーマは、 高温の水の粘土の測定に関する研究。彼は後にこの研究のことを想像しうる最も退屈な研究だったと自重気味に語っている。物理学者としての道を順調に歩み始めていたクリックだったが、そのキャリアは第二次世界大戦の勃発により変更を余儀なくされる。第二次大戦中、クリックは英国海軍機雷研究所に勤務し、時期、 音響反応型の機雷の設計を行う。また、ドイツの総改定に対抗するための新型機雷の設計にも携わっていた。1947年、戦争が終結してから、クリックは生物学を学び始める。これは、物理学から生物学に転向して、成功を収めていたジョンランドールといった物理学者たちの影響が大きかった。そして、クリックは、 物理学者の訓練を受けた生物学者として次第に生物学の世界で頭角を表していくことになる。生物学に転向したクリックはたった6年足らずで世界的な論文の執筆者となってしまう。1953年に科学雑誌ネーチャーにたった2ページの論文を投稿する DNA の二重螺旋構造を示したこの論文は 古くから知られていた遺伝という現象を、具体的な物質的基盤を持った科学的現象で、ある、と決定づけた。その意味で、科学史上の記念碑的論文となる。この功績により、論文投稿から9年後の1962年、クリックは、ジェームズ・ワトソン、モーリス・ウィルキンスと共に、ノーベル生理学、医学賞を受けした。1959年、王立協会フェロー選出。 2004年7月28日、大腸癌のためアメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴの病院で死去。グアニンとシュトシン、アデニンとチミンの4つの塩基とデオキシリボース、等とリン酸元の分子模型を使い、モーリス・ウィルキンスらの X 線解説の写真を参考にしながら、ジェームズ・ワトソンとの共同研究で DNA の二重螺旋構造を発見した。この発見は、論文、 デオキシリボ核酸の分子構造でまとめられ、1953年4月25日に発行されたネイチャー171巻135号に掲載された。そして、この研究が後の分子生物学の研究をもたらしたことから、ワトソン、ウィルキンスと共に、1962年にノーベル生理学、医学賞を受賞している。ただし、 DNA の構造解析写真を撮影し、DNA が2、3あるいは4本の鎖からナルラ線構造を撮っていることを最初に予測していたのは、ウィルキンスの共同研究者である、ロザリンド・フランリンであった。彼女の発表前のレポートを、クリックの指導教官にあたる立場の研究者で、英国医学研究機構の予算権限を持つ、マックス・ペルーツから入手、ワトソンも、 フランクリンと確執のあったウィルキンスから知らされていた。その後、米、総区研究所で非常勤フェローとして研究生活を送る。1990年頃からクリストフ・コッホとの共同研究を始め、なぜ脳から意識が生じるかという意識の問題に取り組み始める。クリックは意識を脳内の生理学的な過程に置き換える還元主義の立場から研究を進め、 1994年に驚くべき仮説を発表して科学的方法に基づきながら脳を単純な神経細胞が複雑な組み合わせとして研究することを論じている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。